ツダムか何かかな。とりあえず報告しとくか。各艦砲の修理は終わったみたいです。いつもながらさすがですね、技術班の連中は。艦外作業に出ていたものもみんな回収したし、あとは波動エンジンの再調整ぐらいだな。ええ、航路補正も大体完了です。波動エンジンの方には山崎機関長が向かってくれています。大変だな、修理作業も。いつもの通り真田さんに任せておけば大丈夫さ。よし、あとは山崎さんに急ぐように連絡しておいてくれ。真田さんにも修理状況の最終確認を頼む。了解。こちら相原機械室、山崎機関長。山崎機関長、あれ、技師長、真田さん。おかしいですよ、誰も返事がありません。なんだって、真田さんもか。はい。なんだ、メイン動力が落ちたみたいですね。何かあったのかな。おい、なんだこりゃ。ガス、通気口から。太田、みんな君ヘルメットをつけろ。このガスは一体。南部、相原、どうやら死んではいないようだな。昏睡状態になっているだけだ。島、サーシア、二人とも無事か。なんとかな。だがガスをいくらか吸い込んじまった。頭がクラクラするよ。私も平気です。助かったのは俺たちだけか。しかしこのガスは一体。坂本、無事だったのか。というわけです。俺はコスモタイガーの機密チェック中でヘルメットをかぶってたから助かりました。山本さんも椎名もコスモタイガー隊の連中はみんな倒れてます。それに格納庫から上がってくる途中でいろんな部屋を見てきましたけど、どうやら艦内全てにガスが行き渡っているみたいでしたよ。そうか、何者かが数風効果換気装置の中枢にガスを流し込んだんだな。こっちはヘルメット着用が間に合ったのは俺と島だけだ。サーシアはガスをかなり吸い込んでしまったみたいだが、半分流れているイスカンデルの血がガスの効果を弱めているんだろう。助かったのはこの4人だけですか。大丈夫かしら、お父様。春蘭にも救援を要請した方がいいな。くそ、艦隊は偵察のために散開中だぞ。メイン動力が落ちている状態で連絡がつくかどうか。やってみるしかないだろうな。
とかく無事を確認しに行こう。山崎さんと徳川は機関室、真田さんは機械工作室、それに兄さんは艦長室か。俺は残るぞ古代。吸い込んじまったガスの影響でか右足がしびれて動かないんだ。指先も言うことを聞かなくなってきた。行っても足手まといになるだけだろう。よし島、艦橋に残って南部たちの解放を頼む。それに何とかして春蘭に連絡をつけてくれ。分かった。非常動力だけじゃ不安だが、とにかくやるだけやってみるよ。頼むぞ。お前らこそ気をつけてな。